の皆さん、こんにちは。スターリーの河野玄斗です。実はこの1年間、公認会計士の勉強をしながら取り組んでいたものがあったんですけど、今回ようやく発表できる形になったということで、まずはこちらの映像をご覧ください。はい、というわけで、この度私河野玄斗のブランド理論を始動します。理論という名前には、あらゆるものの理論的な最適解を打ち出していくブランドでありたいという思いが込められていまして、僕が人生をかけてきた勉強の中で培ってきた知見から、最適解を商品として具現化する、まさに僕自身の理論から生まれたものを共有するブランドなんです。そして今回、その第1弾として、ユニットとアクセルという2つのモデルのバックパックを発売します。バックパックっていうのは、やっぱりね、どこに行くにしても肌身離さず持ってますし、文字通り背中合わせの存在というか、もはやね、体の一部ですよね。作業をするにしても勉強するにしても、その効率を大きく左右するバックパック、その中で最大限効率化された形に完成させるのが、このユニットとアクセルなんです。詳細はぜひ概要欄の商品説明ページから見てほしいんですけど、上下2階建て構造の多機能デザイン、スペースを有効活用した圧倒的収容力、大事な中身を守る耐久性、人間工学に基づいた人体とバッグの調和など、これでもかというくらいに細かいところまでこだわり抜きました。正直一切妥協してません。僕自身ね、理論のバッグをこの3ヶ月使い続けて、自分でねデザインしたので当たり前なんですけど、すごい便利でね、快適だし、もうこんなバッグ前からあったらよかったなというふうに本気で思ってます。で、今回発表した2つのねモデルの違いなんですけど、ざっくり言うと、ユニットの方は上下2階建てを最大限活用できる本気の収容力、どこでも自立する構造を目指し、改良に改良を重ねたモデル、アクセルの方はよりカジュアルな場面での普段使いも想定してコンパクト化しましたが、根本的な仕組みはユニットと変わらない高機能モデルです。あと、僕がね個人的に気に入ってるのが、ユニットだと実際に実験したところ、 A4250 ページの教科書をなんと30冊も収納することができた点で、アクセルの方は背中のメッシュの部分に秘密のポケットがあるので、財布やスマホなどの貴重品をポケットに入れなくてもすぐに取り出せる点です。これから何年間も勉強や作業の相棒となるバッグをお求めの方は、ぜひね、詳細は概要欄の方からチェックしてみてください。そして、なんと今なら幕開けから購入してくださった方で、ツイッターの固定ツイートをいいねリツイートした上で、概要欄にあるフォームから申し込んでいただいた方全員にサイン入りノートをプレゼントします。他に理論で実現してほしいアイテムがありましたら、ぜひコメントで教えてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。